僕を連敗した僕を続けて応援してくれたファンの皆様、本当にありがとうございました。理想は勝ち負けはこだわりたくないんですよね。僕にとって最高の試合をお見せするだけなんで。バックス日本王者、長嶋ジエンオツ雄一郎。コアなファンに見せる試合は、まあ、また別の人がいるじゃないですか。彼なりの輝き方、ギャップで輝きたいんですよ。ギャップで、なんやこれコスプレしとるでって弱いんやろな。それがああいう勝ち方をする。面白くないですよ、エンターテインメントですよ。これが最終を引き込む試合がしたいんです。その役割を担ってるのは長嶋ジエンオツ雄一郎でしょう。日本王者となってもそのポリシーが変わることはない。ブラジルの殴り者アンドレ・ジダ、その打撃力は K-1 でも実証済み。昨年はツータイム王者ブワカーをあと一歩のところまで追い込んだ。日本王者としての自覚とプライドを持って挑まないといけないです。そこにある危機、ジエンオツがマックスを救う。キックボクシングやっていくのはそれでいいんですよ。だから K-1 ってスポーツじゃないと思うし、イベントだからお客さん読んでなんぼやと思ってるんで。街歩いてる子に佐藤さん、伊藤さん誰って聞いたら分かんないと思いますよ。僕も実際この格好で出ても分からないと思います。コスプレしてる、あ、ジエンオツ。ここだけで僕はコスプレをする意味ってありますよね。意味が多分は誰かが自分のマックスを作らなければならない。マサトさんが作ったからマサトのマックスだったわけで、そこに頼ってたらダメなんですよ。つまり新しい時代なんですよね。つまりその時代僕が作ります。僕なりのやり方で K-1 を背負えたらいいし、背負うし、絶対 K-1 マックス潰させないんで、絶対潰させないんで。だからマックスは絶対潰れません。 K-1 マックスという競技は僕大好きですから、僕の夢、世界チャンピオン、それを目指して頑張りたいんです。アンドレ・ジダ VS 長嶋ジエンオツ雄一郎。